新居への引っ越しの日、私はソファーの下から自分のものでも夫のものでもないピアスを見つけた。夫を問い詰めると、夫は、うるさい、そのくらいのことでガタガタ言うなと怒鳴った。そのくらいって何？思わずそう返したとき、義母が入ってきた。なんと、夫の浮気相手は義母も公認の相手のようだった。和樹もあの子と結婚すればよかったのにね。散々皮肉を言った後、義母はそう言って嫌な笑みを浮かべた。人は許容量を超える怒りを覚えると逆に冷静になるらしいと、私はこの時初めて知った。私が何も答えないでいると、義母は苛立たしげに言葉を重ねた。とにかく、こちらはあなたみたいな嫁なんかいらないのよ。あなたは和樹の建てたこの家に住む資格はないわ。出て行ってちょうだい。私は、わかりました、と落ち着いた声で答えた。私の名前は愛。とある企業で事務職員として働きつつ、趣味で気ままにイラストを描いていたらいつの間にかアラサーになっていた。薄ぼんやりと結婚願望はあったが、結婚の予定どころか彼氏もいない。なのに親は、私たちの安心のためにも早く身を固めてとせっついてくる。突然我に返ったように焦り出した私は、友人の開催する合コンに参加し、そこで和樹と出会った。和樹は当時25歳。私より2歳年下で、理系の大学院を卒業したばかり。役所に勤める若手の技術職だった。正直、顔はかっこよかったけれど、私なんか眼中にないんだろうなぁと思っていたら、なんとその日の帰りに、一緒に帰りませんか？と誘われた。そのままなんだかんだと付き合うことになり、交際から半年経って籍を入れた。結婚することで浮上してくるのは、やっぱり子供の問題だ。結婚してからというもの、両親も義両親もそれとなく孫が欲しいアピールをしてくる。義母からの圧力もあってか、和樹も面と向かって「子供が欲しい」と言ってくる。しかし幼少期に貧乏を経験していた私には、子供にお金のことで苦労をさせたくないという強い意志があった。そこで私は、今は少し待ってほしいと方々に告げ、趣味でやっていたイラストを思い切って副業にしてみることにした。貯金の目標額は1000万円だ。それだけあれば塾や留学、私立大学に行きたいと言われてもちゃんとお金を出してあげられるだろう。そんなわけで勢い込んで始めたイラストの仕事は、安定するまでは時間がかかったが、うまく軌道に乗ると、やがて会社員としての収入を超えた。最初、昼も夜もなく働く私に呆れていた和樹も、完全に私の収入を当てにして生活するようになった。ただ、大変だったのは家事だ。古い価値観の中で育った和樹も、その和樹を育てた義母も、家事は嫁がやるものと信じて疑わず、家事はすべて私が請け負うことになっていた。最初はそれでもうまく回せていたのだが、イラストレーターの方が忙しくなってくると、おのずと家事もおろそかになる。そのことで二人にはいつも、イラストもいいけど、主婦なんだから家事くらいきちんとしてほしい。何が嫁の本分なのかを見失わないでね、と逐一釘を刺されていた。結婚後、だんだんと二人の態度が横柄になり始め、私の一言が嫁だからというだけで無下にされることも増えた。結婚を焦ったのがいけなかったのだろうか、
日に日に違和感が強くなっていく中で、私は出産・養育費のための貯金とは別目的で、きちんとお金を貯めることを考え始めた。ある日の月末、残業をして家に帰ると、義母と和樹が何やら楽しそうに話しているところに直面した。ダイニングテーブルの上には建築会社のパンフレットがずらり。マイホームという文字を見て私は驚いた。子供のことを考えると、やっぱり今の 2LDK じゃ手狭になると思うのよね。そうだよな。いずれ個室も必要になるだろうし。唖然と二人の会話を眺めていると、義母は、これなんかいいんじゃない?とパンフレットの一つを指さした。奥様が家事のやりやすいカウンターキッチンと、動線の確保完備。ご主人には仕事に集中できる書斎を、だって。おお、いいな、書斎。一度持ってみたかったんだよな。間取り図を見ながらうなずき合う和樹と義母。どうして私抜きで話が進められているの?家以前に子供はお金を貯めてからという私の意思は少しも考慮されないの?和樹に書斎が割り当てられる一方で、私には家事のしやすさが割り当てられることに、この人たちは少しも疑問を持たないの?嫁の本分は家事だと思っているから?あらゆる面で戸惑いつつ、ちょっと、お母さん!と私は思わず口を挟んだ。なあに?義母は、あなたには関係ないでしょうと言わんばかりの鋭い視線を向けてくる。和樹は働き始めて間もないし、まだローンを組んで家を買うのは早いんじゃないですか?なるべく刺激をしないように優しい言い方をしたつもりだったが、義母は、あら、あなた、家のことに口出しするの?とトゲを隠さない。私も家族の一構成員ですし。そういうことは家事の一つでもやってから言ってちょうだい。義母はふんと鼻を鳴らすと。でね、この会社もいいと思うんだけど、と私を無視して話の続きを始めた。和樹も当然のように私を無視して話を続けている。最初はあっけに取られていた私だが、時間差でだんだんと腹が立ってきた。さすがに完璧とは言わないまでも、二人分の炊事、掃除、洗濯、食器洗いと、家事のほとんどは私が請け負っている。それをまるで全くやっていないかのように扱われるのは心外だった。それに、生活費のほとんどを私が出している状況で無視するんですか?これにはさすがに罰が悪かったらしく、義母の顔が引きつった。そのまま二人は何かひそひそと話しながらパンフレット類をそそくさとしまい出した。それからというもの、私の目の前で堂々と家の話をすることはなくなったが、私に見えないように、二人が何か動いているのには感づいていた。どうも腑に落ちないことばかりだが、もうどうにでもなればいい。私は私のことをしよう。こんな状態で軽んじ続けられることを考えると気がめいるし、一人で生きていくための準備も必要かもしれない。そう思って、今まで以上に仕事に没頭していたら、タイミングがいいのか悪いのか、イラストの方の仕事の依頼が殺到した。もはや本職である事務を続けるより、イラストの方の仕事に時間を割く方が割が良かった。私は数年勤めた会社を辞め、フリーのイラストレーターとしての活動の幅を広げることにした。家にいると気がめいりそうだったし、収入は十分にあったので、
仕事部屋としてアパートを借りることも決めた。誰にも侵食されない自分だけの空間は居心地が良くて、作業もはかどった。そのせいか、だんだんと長居することが増え、家事はますますおろそかになっていった。和樹は、ワイシャツのアイロンくらいかけてくれよ。出張の準備、なんでしてくれなかったの？などと、毎日何かしらあげつらっては不満をこぼした。それに対して、もはやこの人に寄り添う気などなかった私は、そのくらい自分でやって、と取り合わなかった。そんなある日、仕事中に義母から電話がかかってきた。主婦なんだからそのくらいやって当然。あなたは自分の役割を放棄している。心が痛まないの？あなたと結婚なんかさせたのが間違いだった。と口早にまくし立てられる。そうは言ってもお母さん、昔とはもう時代が違うんですよ。今は男の人でも最低限自分のことは自分でできないと。もう怖いものがなかった私は義母にきっぱりとそう言った。何言ってるの？と義母は激高した。そんなのあなたが家事をしたくない言い訳でしょ？本当に可愛げがない。和樹はどうしてこんな人をお嫁にもらったのかしら？本当、なんででしょうね。私はそう言い捨て電話を切った。それからも絶え間ない着信があったが、バッテリーの無駄だと思い、スマホの電源を切った。すると、その夜義母は私と和樹の家まで直接文句を言いに来た。義母の言うことに和樹も、そうそう、この間もさ、と危機として乗っかる。二人に囲まれてなじられながら、こんな生活さっさと断ち切ってやる、と私はますます意志を強固にした。いつからか、お守り代わりに記入済みの離婚届を持ち歩くことが私の習慣になった。そうこうしているうちに、和樹と義母の待望のマイホームが完成してしまった。面倒な引っ越し作業の途中、業者の人がソファーを動かした時に、私はあるものを拾った。パールのついた女物のピアスだった。私も和樹もピアスの穴を開けていない。まさかと思ったが、自分でも驚くほどショックは受けていなかった。むしろ離婚する口実ができたとほっとしている自分もいた。業者の人が話しかけてきたので、私は慌ててそのピアスをポケットにしまった。引っ越し先に荷物を搬入し終えると、浮かれている夫によるルームツアーが始まった。何もかも私の知らないところでしつらえられていた家の中は、まるで自分の住む場所という感じがしなかった。これからここが私の家なのかという実感もないまま、ぼんやり話を聞き流していると、で、ここが母さんの部屋と言ったので、私は耳を疑った。お母さんの？あれ？言ってなかったっけ？愛も家事に手が回ってないし、どうせなら母さんに手伝ってもらえた方がいいだろうって。子供が大きくなるまではどうせ一部屋空いているんだし。そんなこと一言も言ってなかったじゃない。明らかに顔をしかめた私に和樹は、だって、と子供のような口調で言った。家のこと言ったら、愛はどうせ機嫌悪くなっただろう？だからって、一切相談もなしに全てを進めるのは違うでしょ？なんだよ、最近全然家に寄りつかないくせに、偉そうに口ばかり出しやがって。彼は声を荒げた。そんなに言うなら出て行ってもいいんだぞ。ここは俺の家なんだからな。真新しい壁が叩かれて大きな音が鳴った。一瞬ひるみそうになったが、私はぎゅっと拳を握りしめた。
そっちだって私がいないのをいいことに浮気してるじゃない。和樹の表情がこわばった。最初は、なんだよ、何か証拠でもあるのかととぼけようとしていた和樹だが、私が拾ったピアスを突き出すと途端に顔色が変わった。一度血の気のうせた顔がみるみるうちに赤くなっていく。うるさい、家事もろくにしないくせにそのくらいのことでガタガタ言うな。そのくらいって何？私は思わず強く問い返した。その時タイミング悪く義母が入ってきた。アイスさん、何？大声なんて出してみっともない。これソファーの下に落ちてたんです。私のじゃないみたいなんですけど、どう見ても女物ですよね。義母を強く見つめると、義母はああと目を細めた。真由美さんのでしょ。最近和樹によくしてくれてるの。あなたが嫁としての役割を放棄している間にね。こともあろうに義母はそう平然と言い放つ。私はあっけに取られて何も言えなかった。義母はそればかりでなく、あの子は誰かと違って率先して家事をしてくれるから助かるわ。和樹もあの子と結婚すればよかったのにね。と、嫌みったらしく微笑んだ。混乱していた頭が、その言葉でふっと冷静になった。私の気持ちが和樹から離れているように、和樹の気持ちも私から離れているのだということは分かりきっていた。それでも、新居の建築に乗り切ったのは、ひとえに見栄と、新しい交際相手の真由美とかいう女のためなのだろう。もしかしたらその女は私と違ってすぐにでも子供を持つことに賛成しているのかもしれない。私のムッとした顔を見て義母は目を険しくしてこちらを睨んだ。何？不満があるわけ？言っておくけど、あなたの自業自得じゃない。私は何も答えない。義母は苛立たしげに言葉を重ねた。とにかく、こちらはあなたみたいな嫁なんかいらないのよ。家事もしない、家にも居つかない。気分が悪いったらありゃしない。あなたは和樹の建てたこの家に住む資格はないわ。出て行ってちょうだい。和樹もふんと鼻を鳴らして、そうだな、と同調する。私は、わかりました、と素直にうなずいた。もう怒りすら湧いてこなかった。それなら、こちらも相応の手続きを取ります。これにサインしてください。私はカバンから折りたたんで離婚届を差し出した。和樹はひったくるように離婚届を手に取り、乱暴にサインをした。それから私は、仕事部屋として借りていたアパートに本格的に住居を移し、離婚の準備を進めた。とはいえ、光熱費や通信費といった私が支払っていたものを名義変更して、離婚届を役所に提出してしまえば、それだけですることは終わった。月々の支払いは累計50万にも及んだ。これだけの生活費を私が背負っていたのに、私がそこから降りて、あの人たちはやっていけるのだろうか。一瞬そう思ったが、すぐ、まあ、関係ないか、と思い直した。向こうには、さぞできたお嫁さんが新しく入ってくるのだろうし、悲しい気持ちはみじんもなかった。ただ、少しだけ、なんでこんな結婚をしてしまったんだろう、虚しい気持ちには襲われた。その後の毎日はすがすがしいものだった。帰宅のたびに憂鬱になることもないし、家事も一人分だけでいい。自由に仕事をしていても誰にも何も文句を言われない。家事をやっているそばから、お前は全く家事をしないと言われ続けるあの環境は、
つくづく私にとって地獄だったんだなと思い知らされた。そんな風にのびのびと過ごしていたある日、離婚から1ヶ月が経った頃、和樹から急に電話がかかってきた。出ようかどうか迷ったものの、とりあえず応じてみる。すると出鼻から、助けてくれと耳元で叫ばれ、私は慌てて耳元からスマホを離した。なあ、悪いことは言わない。俺にも悪いことがあったのは謝るから、俺とやり直してほしいんだ。気持ち悪いくらいの猫撫で声だった。愛、金持ってるんだろう。住宅ローンもあるのに、生活費から何から急に請求が来て、やばいんだよ。そうでしょうね。なんでそんな他人行儀なんだよ。夫婦だったんだから少しくらい工面してくれよ。和樹のあまりの身勝手さに、私は思わずため息をついた。あのね、今のあなたと私はもう赤の他人なの。自分の生活費を自分でどうにかするくらい当然でしょ？私に頼らないでよ。だって、まゆみに山ほどアクセサリーとかブランドバッグとかねだられて、ただでさえクレジットカードの請求額やばいんだよ。ますます知らないわよ、そんなの。相手にするのもバカらしくなって、私はすぐに電話を切り、和樹を着信拒否にした。その後すぐ、義母からも電話があった。和樹と同じく、金の無心と、それに加えて、あなたがいないと生活が回らない、と泣き言。家事を全くやらない嫁はいらないんじゃなかったんですか？と私が返すと、そういうつもりじゃなかったのよ、と泣きつく。じゃあどういうつもりだったんですか？と聞いても、とにかく違うの、誤解なの、とわけのわからないことを繰り返すばかり。大方、できる嫁かと期待されていた真由美が家事を思ったよりやらなかったとか、そんな話だろうと予想はつく。お願いだから帰ってきて。私たちにはあなたが必要だって分かったの。お仕事だってさせてあげるし、今までのことなら許すから。何様のつもりですか？私は再び電話を強引に切り、義母も迷うことなく着信拒否にした。本当に仕方のない人たち。ああ、と脱力する私だったが、二人とのつながりを本当にすべて断ち切ってしまうと、不思議なほど開放的な気持ちになった。その後、私はイラストレーターの仕事が評価され、ますます忙しく充実した日々を送っている。イラストの仕事のつながりで新しく友人ができたり、学生時代の友人と改めて連絡を取り合うようになると、独り身の寂しさなどを少しも感じなくなった。不思議なもので、もう独り身でいいや、と開き直ってしばらくしてから、逆にいいご縁に恵まれた。とあるクライアントの男性が、高校の美術部仲間だったことが分かったのだ。大きい仕事の打ち上げで飲み会に参加させてもらったことを機に、お互いプライベートでも会うようになった。私は最初の結婚で失敗したと自覚していたので、私はすごく臆病になっていたけれど、その人はゆっくりと私が心を開くのを待っていてくれた。その人が夫になった今では、過去の結婚、離婚のごたごたは、半ば笑い話のようになっている。第一子の妊娠中、友人たちとのお茶会でこの話をした時も、それはそれは大盛り上がりだった。ただ一つ、驚いたのは、和樹のその後を知っている人がその中にいたということだ。小さな町にはありがちなことで、役所は大卒の人の手堅い就職先の一つになっていたから、そういう偶然もあるのかもしれない。
あのあと、和樹は友人や職場の人間に金の無心をして回り、その月の支払いをなんとかしのいだが、次の月からはその返済に追われていたらしい。職場の人間からの信頼も失い、それに乗じて浮気の話も広まって、数年経った今でも職場では完全に孤立してしまっているという。元義母も和樹同様に近所中にお金を借りて回ったとかで、白い目で見られているようだ。なんというか、愛にしたことのツケが回ってきたっていうか、因果応報ってあるんだね。友人はしみじみと言った。そうだね、とうなずきながら、娘はあんな風に嫁だからと押さえつけられることがありませんように、とお腹を撫でる私だった。